ただそれだけの存在だぞ。うん、ちげえ、意味のわからんやつだ。どうか物事無残について。自暴自棄になって、この状態は何をするかわからない。危険だ。奴の首を切る。俺の資格があれば奴らの攻撃が
が矢印になって見える。さっさと鬼どもの首を切れ。そんなことができるのか。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。ありがとうございます。気をつけろ。少しも油断するなよ。もし本当にそいつらが十二鬼月なら、まず間違いなくお前が今まで倒した奴らより手強いぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず、まず倒今まで。はい、頑張ります。おい、すさまる、もう少し頭を使って戦うことはできんのか。わしの着物が血で汚れた。うるさいの、着物は汚れておらぬ。神経質め。弱いの。人間は弱い。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。落ち着け、炭治郎。落ち着いて相手の攻撃を見極めろ。全力で舞を投げてくれよ。これで決める。あいつをおとりにして逃げましょう。
許せぬ、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 せい、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 邪魔だ、せい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 、汚らしく土ぼこりを立ておって、人間ごときがわしを苛立たせるな。土にまみれても、何度倒れても、最後に勝てば、それでいい。許せぬ、許せぬ、許せぬ、取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う、戦って勝つ。横見てグルマ、霹靂一閃。
てめえの方だろうが、バラバラになって床に転がるのや。足がもつれたら体を輪切りだ。よそ様の家に土足で上がり込みおって八つに裂かれて後悔しろ虫けら。最初に戦った時に気づいた。右肩の鼓は右回転、左は左足、このまま決める。おっと、反応できない速度じゃない。落ち着いて見極めろ。小生の邪魔をするな、年虫が。蹴って出して見てねえな。ガッ。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖っ。強いのだ。うわっ、もう一度見せてやる。うん、まずい。まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。女性は必ず十二気づきに戻る。だがこんな奴にやられるわけにはいかんのだ。行け、入れ、周りの内側へ。前へ、懐に入り込め。女性の進みが見切られている。そんなこと、そんなことあるわけがない。冷静にない、集中しろ。が、水の呼吸、苦の型、水流しぶき、ラン。水はどんな形にもなれる。見えた、月の糸。君の血気術はすごかった。どこ狙えばいいんだよ。あんた、腕か、足か、あんかんねえ。け、え、ゴリラ、け、水ゲーだ。け、け、け、水ゲーだ。け、け、水ゲーだ。ゴリラ、
から親分と思ってるか。落ち着け。避けられないほどじゃない。当たり前だ。俺に避けられない攻撃はねえや。その息だ。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、その対処法を探れ。俺ならできる。でも動きが止まんねえぞ。てめえ、痩せ我慢すんじゃねえ。さっさと倒れやがれ。痩せ我慢ってわけじゃないと思うけど、確かに動きが鈍る気配はない。厄介だ。何度もしている。そうか、間違いない。あいつは一つの技しか使えないんだ。やはり大したこともないやつだ。毒でもう体が動かなくなってきたんだろう。死ね。先焼き一戦。こっちへ。早いぞこいつ。こちらの攻撃は追いつかない。そらよ。逃がさない。死にせてやり打ちのか。先焼き一戦。敵役一戦。さあ敵役一戦。フフフフフ。逃がさない。そらよ。死ね。切られた。敵役一戦。残念。敵役一戦。恐怖で引きつる顔を見せてる。まぬけめ。お前たち飛びかかれ。雷の呼吸、一の方。なんだ、空気が揺れる。人間不正が。霹靂一閃。一つのことを極めろ。極炎。正気を保っていないのか。
もう一度で、なんて感傷な野郎だ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。お前に言われなくともそうするつもりだ。そうか、頼りにしている。強いけど負けられない。
油断するな、油断するな、少しも油断するな。相手の動きから目をそらすな。もう一度やっちゃう。へっへっ、下がれ。ネスコ、少しだけ待っていてくれ。絶対に、絶対に兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕をとことん苛立たせる嫌な目だ。いや、もう消えて。こっちだ。もう一度。こっちだ。こっちだ。こっちだ。もう消えてよ。さあ、もう本気な。殺す、殺す。安心していい。君がいなくなっても君の妹は僕がちゃんとしつけ従順になるようにしばらく失血させる。それでも言うことを聞かないなら日の出まで突っ込むにして少し歩いて、そうすればもう僕に逆らおうとしないだろう。絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることはただの芝居だ。何もかも間違っている。間違っている。もう僕は苛立たせるお前の存在だ。板の強度はこれが限界だと思ってる。血気術黒死よ。もういいよお前は。さよなら。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。
炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、生きているように動く糸、瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もうすぐ一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、力を、全てを出し切れ。進め、前に進め、前に進め。いつになったらくたばるんだ。たとえ相打ちになったとしても、お前は今ここで倒せ。こっちだ、ケーキ記事件。エチゴリアッツ。あれ、耳に飾りをつけてるな。運がいいな、早速来たんだ俺のところに。夢みたいだ。これでもっと無惨様の血をいただける。眠れ。自分が経験
ためにお前がいるんだ。かかった瞬間にかかったことを認識し、覚醒のための自決をしているの。まともじゃない。さよなら。さよなら。どうしよう。あんたが死ねばよかったのに、よくも能々と生きていられるわね。言うはずがないだろう。そんなこと、俺の家族が、おりゃ、いやさよなら。よーい、それそれ。邪魔くせえ肉どもが、ぶった切ってやる。人の分際でよくも俺の首を見つけたね。けれどお前たちは傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、イノスケ。遅れるな。遅れるなよ、タンゴロ。死んでおくれ。俺に勝てるわけないだろ。死んでおくれ。いい加減しつこい。しつこいね。お前たちにはうんざりだ。禰豆子も煉獄さんも必死に戦ってくれている。俺たちが首を切ることを信じて戦ってくれている。待っていてくれ。必ず首を切る。それそれ、頑張れ。この日は暗いだけ。もうちょっけ、もうちょっけ、もうちょっ。弱いな。この程度、足はまだ動く。俺に勝てるわけないよ。俺はいつでも行けるぞ。いや、頑張れ。そうですね。俺に勝てるわけないだろ。この日は頑張れ。この日は狂い酒。頑張れ。早く首を。イノスケ、このマスターが鬼の首だ。
球強気だ切れ込むだけ父さん守ってくれこの一撃で骨を断つ日の神神楽ヘキラの天話の邪魔になるかと思った俺とお前の君と俺が何の話をする初対面だ俺はすでに君のことが嫌いだ俺も弱い人間が大嫌いだ弱者を見ると虫ずが走る俺と君とでは物事の価値基準が違うようだそうかでは素晴らしい提案をしようお前も鬼になるならないとほうやつ破壊さはっ大好きふん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 いいぞ破壊さ大好きまで殺してきた柱たちに炎はいなかったなそして俺の誘いにうなずく者もいなかったなぜだろうな同じく武の道を極める者として理解しかねる選ばれた者しか鬼にはなれないというのに名残惜しいがそろそろしまいとしよう破壊殺破壊殺不死鬼破壊殺この素晴らしい反応速度この素晴らしい剣技も失われていくのだ杏寿郎名残惜しいがそろそろしまいとしよう誰もがそうだ人間なら当然のことだナイスキッ炎盤昇タッチクルスキッ炎盤昇素晴らしき才能を持つ者が醜く衰えているこれは辛い耐えられない死んでくれ杏寿郎若く強いままはっせっクリスキー、はい、そら、消えましょう。
キムを待て、支援万象。いいぞ、もっとやり合うぞ。支援万象。よし、さあ、破壊する。意識素晴らしいぞ、本当に素晴らしい。道次郎、死ぬな。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ、道次郎。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに探知してしまった。だがお前はどうだ。砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であればまばたきする間に治る。鬼ならばかすり傷だ。どうあがいても人間では鬼に勝てない。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。素晴らしい闘気だ。それほどの傷を負いながら、その気迫、その精神力、一部の隙もない構え。お前は鬼になれ、京次郎。俺と永遠に戦い続けよう。もっ、支援万象。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ、本当にお前は素晴らしい。称賛に値する。宇の方、煉獄。術式展開、破壊殺。全力で挑め、力を振り絞れ。煉獄さんはそれを望んでいる。俺に答えなきゃ男じゃない。いろいろと気になることがあるけど、そんなのは後だ。動きに一切の無駄がない。それでいて力強い。水の危険は違う。でも立ち筋は流れるように綺麗だ。炎の呼吸、これだ。柱、水ぐるま、何の水ぐるま。待て、もう一度。何度も打ち合ってやっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が。刀を合わせるたび響いてくる。煉獄さんの言葉が、お尻が。前を向け、歯を食いしばれ。
これからは。わかっています。炎の呼吸奥義。